ドンミシはるか、ことね、もほ、私たちはつやこです。ということで今日は東海オンエアのてつやさん、つばゆうさん、しみつさんのチームリサイタルズのデジャビナウを覚えて踊ってみようというコーナーです。イエーイ。初めて YouTuber さんの曲で覚えて踊ってみたいなんですけれども、うちめっちゃね、結構リサイタルズさんめっちゃ好きなのよ。なんか今回のデジャビナウの曲って結構いきなり始まる。今回の曲って K-POP っぽい感じの曲調がして、うん、結構 K-POP ファンの人からもいいっていう評価があって話題性になってる曲なので、ミックスの仕方がさ、なんか韓国寄りだよね。ビジュアル、化粧の感じも K-POP っぽい感じになってて、うん、なんかすごいかっこいいんだけど歌詞めっちゃ面白くて、ね、めっちゃ注目してます、ね、ダンスも踊ります、覚えていきます。はい、レッツせーの。全然関係ないですけど、マホの弟が東海オンエアさん大好きで、東海オンエアさんの曲やるの知ったら、いつも話聞かないあの弟がちょっと反応してくれたんですよね。っていう話をして、あ、ごめんごめん、話してる。おい、そういうことね。おい、なんか急に切れたんだけど。待って、今心霊現象起こった。ねえ、待って、ねえ、待って、待って、待って、やめ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 て。ねえ、ねえ、ねえ、怖いんだけど、なに？もう怖い。すきり。こんな長い長いポキリ？待って、待って、やめて、やめて、やめて、本当に無理。ねえ、もうやだ。待って、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 どうしよう。死んで？絶対嘘だよ。嘘だね、嘘だよ。でそれでね、絶対次琴音が起き上がったということで、わーって思う。向かいたい。怖い、嫌だ、怖い。でも、ケンタッキーのところに行くといつも携帯がバグるの。ね。ね。この渋谷のケンタッキーのレジ前に行くと携帯がバグるの、琴音の。これガチ、これガチ。ね。なんでケンタッキーが出てくるの？ね、起きて嘘でしょ、絶対。怪奇現象って何？どれ？どれが怪奇現象？
ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。どうでしたか？めちゃめちゃ楽しかったですね、うん、憧れのこれができて、うん、私はもう大満足でございます。この動画が良かったと思ったら高評価とチャンネル登録をお願いします。お願いします。そして SNS もやってるのでぜひフォローお願いします。お願いします。ということで以上スイゴでした。バイバーイ。 Love, love, love.